そこの、あそこの中何かありそう。え、この辺はさ、あ、この辺はあれやん、爆発さ、あほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、ワールド星の5やっていこう。ワールド星の5ブロックランド、レッツゴー。よし、行くぜ行くぜ。これ爆発するやつよね。ここなんかありそうじゃない？コインだけやったコインだけやった。うしゃい、かわいい。これは別に全て飛ばしたけん何かがあるというわけでもない。これは、あ、破壊できる。何？へえ、ちょっとやめてや。え、ちょっとびっくりしたんやけど。へい。へ。ここは、よっ。おー、すごい。お。ぴよ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 。かわいい。え？何？あれはどういう意味があったの？あ、なるほどね。これでピュッ。あ、なるほど、そういう感じか。そういう感じか。え、これ上のやつも壊せるよね。お、びっくりした。隠しブロックあった。あー、落ちるー。ちょ、待って待って、ここのやつ壊せるよね。お、え、ちょっとこれはこれ尻尾でも壊せる。よしよしよし。ちょっと待って、これ普通に取っといていいんか。はい、取っときます。これ壊してったらなんかありそうじゃない？ないんかな。とりあえずひたすら壊して、なんか敵が出てきたらどうしようってちょっと思った。え、これもうなんか上に上がっ、もしや、ここジャンプするやつ出てくるんやねん。出てこんかな。あ、なんもなかった。え、マジで？え、ま、マジですか？何かしらありそうな気したけど、特に何もないんか。猫やったら何かがあるとかいうわけでもないよね。わからない、ね、ここのジャンプのやつって何の意味があるん？なんかそんなに意味ないような気がするんです。ちょっとびっくりした。何？何いるの？そのまま落ちてけよ。勢い余って。おい。怖い。これ、これは下もちゃんと地面はあるんですよね。あ。うん、あった。え、これは脱出するためだけのものってこと？このジャンプのは。あ、びっくりした。そっか、そのまま来るんですね。ちょっと焦ってしまった。これも壊してく。別にこれ壊してってけんって何も意味ないんかな。なんかないような気がしてきた。よっと、これはなんか上に伸びたいやね、上に伸びたね。あ、特に何も。あ、こっち絶対なんかある。なんか今光寄ったよね。イエーイ、スタンプ。ここのジャンプは必要。確実に必要。あ、上がれねえじゃねえか。あ、よいしょー。あの先はきっとスターやな。く、何もない。あ、行きます。あれ、スター関係なかった。普通に。普通に行くとこやった。え、じゃあ絶対あの伸びたとこの上にあったやん、スターきっと。なんかすごく無駄にした感。中間。あ、ちょっと待って、これはそこを爆発させるためのものでしょう。なるほど。じゃーん。ごめんね、上のボム兵にはあまり気が入っていなくて。よし。え、そこの、あそこの中何かありそう。え、この辺はさ、あ、この辺はあれやん、爆発さ、あー、待ってー。戻してくそー。
なあ、つらいなあつらいなあ。でもとりあえずここに、いい、怖い、いや、やめてよ。あ、あっちに行く方法がなくなってしまった。え、そこ絶対なんかあるって、絶対なんかあるよね。スターやと思うんだ私。くそー、あ、待って、怖いです怖いです怖いです、ちょっと待ってください。いい焦る焦る、ちょ待って待って待ってちょ待って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 、鍵2つ目ここやろ。なにこれ、なに、なんか、え、びっくりした。あ、そういう、で、この辺もちょっと足場がなくなっていく感じね。そこはどうなんやろう、ここ、ここは、止めてしまった。あ、ちょっと待ってください。待ってって、あ、ほら鍵、足場が狭くなったやめてよ、あと1個や、あと1個、あ、これでそこが開くわけか。え、ちょっと待って、怖い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 、やめてやめて、あ、消えるのか、そこに、イエーイあー、よかった、間に合った間に合った。入りまーす。え、普通に行く場所かこれ。待って、スター1個も取れてないんやけど。え、ここ、え、スターどこだ、どこなんだスターは。わからーん、イエーイえ、スターがありそうな場所どこだよどこなんだよ。とりあえずクリアはしたけども。お、ルイージー。タヌキルイージーや、タヌキルイージー。はい、そして次。次が、ワールド星の6、星空六角ロード。六角形。いきます。レッツゴー。あ、うわー、やだー自動スクロール系、しかも上からとかさ、めっちゃ見づらいやんね、え、超見づらいよね、嫌な感じだわ。でも上上行くよりかはマシなんかな。これ色が変わっとるのはなんか関係ある、別に関係ないんかな。あれはなんか、え、あ、スターが出たんか、なるほど、何が起きたのか一瞬わからんかった全く理解できてなかったぞ今一瞬。お、怖いよー、待って、めっちゃ怖いんですけど。これ溶岩ってことよね、色が変わってるだけではなく。青いところは別に何もないのかな。え、もしや氷、スベリオンかな、スベリオンかどうかもちょっといまいち理解できてないんやけど、これは必要なのか。さくらんぼ、でも一人あっという間に落ちていきそうな気がする。これはどちらが本当の私なのでしょうかほら、あっという間に一人おらんくなったなんかね、どっちをメインとして動かしていけばいいんかがよくわからなくなってくるんよね。このブロックとかのジャンプ、え、なに、どこに行けばいいのこれ。あー、びっくりしためっちゃびっくりした、道なくなったやんと思ったね。どっか他に行く場所があるのかと思ってしまったぞ。え、これは、あ、びっくりした、もうちょっと早く、もうちょっと早く来てくれんかなあの、焦るので、非常に焦るので、うぃー、で、また来るのね。出てくるの遅いよねやめ、いやー、ちょっと待って、え、待ってって待ってって待ってって、怖いって、イエーイ、ちょ、怖いって、イエーイ。え、今私溶岩の上に落ちんかった気もして、あー、怖い、めっちゃ焦った、超焦った、
ね、あんなとこにスタンプあるんやけど絶対取れんやん。確実に取れんやん。ね、あれはあれやろ、何やったっけ。だって手裏剣じゃなくてブーメランやん。ブーメランがなかったら絶対いけんやつやんね。ここに入れば、これ吹っ飛ばされる。何、あ、びっくりした、そういうことか。怖い。潰されるかと思った。あ、これゴールなんか、レバーかと思った。巨大なレバーかと思った。なるほど、コースクリア。なんかわけわからんまんまゴールした。とりあえず、ふぅ、焦りまくったわ。ここは何面まであるんかな。お、スロット来たよ、スロット。じゃあスロット回しに行こう。よし、何かいいのをください。でい、おう、ワンナップ、イエーイイエーイ。ほい、ということで、あ、次水中とかあるんよね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかさ、途中から私小さくなってすごい焦ったんやけど、もしかして控えにブーメランあった？あったかもしれない。